んとんなよたまには。本日限定、これなんすか。信州味噌の焼きおにぎり。え、2人で1個ずつですか。そう、シェア、シェア、今話題のシェアです。シェアね、うまい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 、熱い、ほんまに熱い。あ、カレー屋さんが、あ、ございます。安定の焼きおにぎり、こっちはあほっ、熱い、美味しかった、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんです。なん。なん。なん。松本線。三万円の帽子。三万円の帽子。目指して三万円の帽子。三万三千三百三十三円。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、やっとね、リーグ戦ホームですよ。そうですね。まだ実はリーグでホームで勝ってないっす、ね。勝ってない。なんと。リーグ戦でホームで勝てば200勝かかっている、あ、そんな試合でございます。最予想、うん、 J1 最予想、それは知らん、予想なんか知らん。まあ今日勝って2勝今日多分駐車場もいっぱいだったんで、お客さんも結構入ると思うんで、そうね、まあ、公式戦2連勝で来てるんで、まあ連戦の最後、ね、ホームでカチッと締めて、カチッと勝ちたいですね。1週間空いてつけおいたか、今日絶対勝ちたいですね。33,333円の帽子をかぶっている持ち越し君が勝ち点3を取りに行くと。割引でいくらだったんかいね。割引で2,000円弱。割引33,000円の帽子が、うん、めっちゃ握って2,000円弱。原宿ですか。原宿4人街で、今日サッカー日和で天気もいいっすね。そうね、今どこ映します。今ちゃんと映します。ちゃんと映します。あ、いいっすね。まあ、いい天気なんで、日曜日なんで、そうね、子供連れも多いのかな、まあね、学生さんも家族連れも多いですね、はい、まあカープあるんですけど、新井さん昨日引退したんで、見ました、見ましたか。今日はもうただのオープン戦なんで、じゃあ今日サンフレッチェの公式戦で逃れますね、はい、サンフレッチェで、ということで、まあ今日も頑張っていきましょう。はい、そうです、はい、はい、じゃあ、はい、お疲れ様です。
です。はい、ホーム初勝利おめでとうございます。やりました。いや素晴らしい。どうぞ。あ、すいません。よかったら、すいません。お願い、登録さん出てください。優しい。ありがとうございます。ホーム初勝利です。いや、良かったですね。これは9月ですか、そのの。そうですね、鹿島エライカンプが8月でしたね。おめでとうございます。久野登録さん、約7年ぶりのウルサスの MV に出演ということで。7年ぶりでしたっけ。お前ら、座ってんだよ。ねえ、本当にもうねえ。ねえ、本当にもう。ねえ、登録さん。どうすか。選手だよね。うん。上に上がったの、ね。今日あれですよ。相手10本シュート、こっち2本。このうちカッシーが1本入れて。足は45度。そんな。ね、いや、良かったですね。試合さん、お疲れ様でした。ってことで。はい、ことで中断期間ありますけど、ね、また4月の日頑張ろうということで。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。盛り上げましょう。これご覧になってくださいぜひ。またエディオンスタジアムに来てください。次は大分戦です。アウェー大分。アウェー大分。代表も、代表も行ってきます。はい。頑張りましょう。お疲れ様でした。よっしゃ。